北京五輪のショートトラック男子1000メートル決勝で金メダルを獲得した中国のランツーェイ選手の2018年平昌冬季五輪での韓国代表を嘲笑うような発言が注目を集めている。2018年、中国ショートトラック代表チームは韓英 CCTV のある番組に出演し、平昌オリンピックのショートトラック男子5000メートルリレー決勝についてインタビューを言った。 当時ランツーェイは今回の五輪で一生記憶に残る瞬間は何かという質問に対し、韓国代表チームが転んだ時と答えた。進行者はハンガリーが追い抜いた時というべきではないのかと話を進めようとしたが、ランツーェイは全試合を通して考えても、やはりその瞬間が一番記憶に残ると強調した。当時、金メダルはハンガリー、銀メダルは中国、銅メダルはカナダが獲得した。 韓国代表チームは現在、中国に帰化したイムヒョジュンが転んで4位となった。しかし、今回の北京五輪の男子1000メートル決勝のラン 2A の金メダル獲得は、納得しがたいという意見が大半を占めている。ラン 2A は今月7日、中国北京キャピタル室内競技場で行われたショートトラック男子1000メートル決勝で2位となった。ハンガリーのシャオリン・サンドルリューが1位だったが、 イエローカードをもらうことになり、ランツーェイが金メダルを獲得した。二人はゴール前で若干の衝突があったが、ビデオ判定をした審判たちはシャオリンを失格とし、ランツーェイを1位と認めた。しかし AP 通信はランツーェイはシャオリンがゴールラインに接近するのを抜かそうとしたが、シャオリンが先にフィニッシュラインを通過したと説明し、疑問を示した。